高橋昇による日本の漫画。週刊ヤングサンデー2005年38号から休刊号にあたる2008年35号に連載。同志休刊後はビッグコミックスピリッツで2008年41号から連載している。また、月刊。スピリッツにて日浦忠成を主人公にしたスピンオフ作品、ムグラ持ちの歌が遺伝協調の舞。 パピヨンダンスが2013年10月号から連載されている。2021年5月時点でシリーズ累計発行部数は947万部を突破している。警視庁谷袋署の交番勤務で警察の問題児である主人公の菊川玲児が広域暴力団スキア会の会長、轟金富を逮捕するため、モグラとして同会に加入。 ヤクザであるが、ゆえの血なまぐさいシュラバと、モグラであるが、ゆえの宿命の渦巻く中で、正義感と悪運を武器に、レイジが活躍する姿を描く。会長4天皇幹部日浦組その他、組員アコギ組、ムグラ持ちの歌潜入捜査官レイジのタイトルにより、2014年2月15日に、東方系にて、全国公開された。監督は、三池隆、脚本は、工藤勘九郎。 主演は、生田東馬。2013年1月下旬より撮影をスタートし、3月11日に、クランクアップ、2013年秋に、完成の見込みで制作された。お台場シネマメディアージュ、東方シネマズ、六本木ヒルズ、渋谷シネクイントた全国293スクリーンで、公開され、2014年2月15日及び16日の初日2日間で、 公衆2億8、220万7、700円、動員20万9935人となり、工業通信社の調査による映画観客動員ランキングで初登場第1位を記録。また、ピアの調査による初日満足度ランキングでは第4位となっている。公開2週目でも土日2日間の成績は、動員17万7155人、公衆2億3、 577万1、300円を上げ、全州動員比84%と高水位で、累計動員62万人、公衆8億円を突破し、2週連続第1位となった。公開6週目時点でランキングは10位、累計動員158万4165人、累計公衆19億9、365万3、200円。 2014年上半期の邦画工業収入では、第7位の21億9000万円を記録した。キャストスタッフは、2016年12月23日公開の、日本の映画。無グ持モの歌潜入捜査官0時の続編にあたり、前作に引き続き、監督は、三池隆脚本は、工藤勘九郎。主演は、生田東馬。第1回マカオ国際映画祭。 特別招待作品。本作は原作のチャイニーズマフィア編を映画化した作品。キャストスタッフ原作からの主な変更点テレビ放送、ムグラモちの歌ファイナルは2021年11月19日公開の日本映画。前作に引き続き、監督は三池隆史、脚本は工藤勘九郎、主演は幾田東馬。映画版。 ムグラもちの歌の完結編となる。キャストスタッフムグラもちの歌潜入捜査官0時に関するカテゴリムグラらちの歌香港競争局に関するカテゴリムグラらちの歌ファイナルに関するカテゴリありがとうございます。